色画用紙を使った水仙の葉っぱの作り方です。色鉛筆で筋を入れることで立体感がありしっかりとした葉っぱを作ることができます。葉っぱの型紙は説明欄の URL からホームページを開き、画像をダウンロードしてお使いください。型紙をプリントアウトして周りの四角い線で切っておきます。四つ切りの色画用紙を折って4分の1の大きさにします。色画用紙と型紙をぴったりと合わせ、ところどころホッチキスで留めます。ここでは色画用紙を3枚重ねていますが、切りにくい場合は重ねる枚数を減らしましょう。まず2つに切り分けてから周りの線に沿って丁寧に切っていきます。ホッチキスで留めているところは一番最後になるように切っていきましょう。歯と歯の間は切れ込みが深いので紙を回さず刃先から根元へと切っていきます。切り込みがあったところで紙が外れます。最後にホッチキスで留めている部分を切り離すとバラバラになります。緑色の色鉛筆で筋をつけていきます。この時筋がつきやすいよう下には柔らかい布などを敷きましょう。習字用のフェルトの下敷きなどが便利です。まず葉っぱと葉っぱの間から根元に向かって筋を入れます。次に裏返して上下逆さまにします。先ほどつけた筋の真ん中に根元から刃先に向かって筋をつけていきます。根元を見ると山折り谷折りが交互になっていて、刃先まで折り目がついているので立体感があり折れにくいしっかりとした刃になります。刃先まで色鉛筆でなぞった方が表です。水仙の花と組み合わせて壁面飾りに使ってください。